疲れ様です。はい、まあ今からロサンゼルスの方に向かいます。まあロサンゼルスじゃないんですけどね、ちょっとそこちょっと右上に通り過ぎ、左上らへんなんですけど、まあでも今日はもうあと4時間16分しかないからそこまでは行けないですね。まあ途中でどっかでシャワー浴びて、走れるところまで走ろうかなっていう感じですね。こっからやったら、あ、結構かかるらしいですね。7時間半ぐらいかかんねや。ってことは今日まあ3時間半走っても朝、明日まだ4時間は走らなあかんから、朝4時起きぐらいかな。結構早いですね。4時起きやったら6時まで、あ、まあ時間は余裕ですね。12時間ぐらい休憩できますね。まあのんびりしようと思います。はい。では失礼します。今日はね、お客さんの手伝いしてます。たまにはね、運動しないやばいですよね。いや、久しぶりにすると疲れるな。こんな感じです。こんなん1年に1回ぐらい。あと5号です。頑張ります。いや、久々の運動は疲れる。どんだけ今までレイジーやってんってことですよね。
さあ終わりました。最後の1個です。久しぶりの運動したって感じで、こっから出るの大変なんですよね。多分バックして出ていかなあかんかな。あ、その辺で U ターンできるか。でもトラックいっぱいあるな。まあ手伝ってくれはるでしょう。こんな感じです。終わりました。あ、お疲れ様です。いや、久しぶりにね、運動しましたなんか1年ぶりっす多分まあ別に何やろ、頼まれたわけじゃないですけど、一人でやろうとしたかったから、あ、やりますよみたいな感じで言ったんですよ。いや、今なんかすごい運転が変な感じですさっきあの手動のフォークリフトやってたじゃないですか。で、あれ動き方変でしょ、なんか独特じゃないですか。今なんか運転がすごい変な感じです。いや、しかもね、あそこから出るのがすごい大変やったんですよ。ちょっとね、もう動画撮る余裕もなかった。またやってしまった。でもあの手伝ってくれたおじさんはね、あの褒めてくれてました。 You are so good って言ってくれた確かに、まあほぼ1回逃げたんでね、まあ1回ちょっと切り返したけど、いや痛いな、取りたかったな、せっかくやし。まあ仕方ないですね。とりあえず無事に配達終わりました。4日目の朝、うわ、なんか変な感じやわ運転わかるかな、わかる人はわかるかもしれないですね。あの、なんかスノボ行った帰りに車運転してる時みたいな感じです。なんかまだなんか滑ってるような感じ。レベックっていうところに向かいます。まあいつものところですけどね。あ、その前にトラックストップでのんびりしようかな。ではでは、また後ほど。